ボラかもしんないね。ボラの群れがボワっているんですよ。ボラのちっちゃいのと大きいのとボラがいっぱいです。おお、なんかピコピコしてる。かかったっぽいな。またボラがかかったか。ボラっぽいな。お、釣れました。これ ボラだよね。ボラのちっちゃいのがいっぱいいます。ボラ15センチのボラです。アジじゃないけどなんか釣れましたね。なんだろう、アジじゃないけど、あーまたボラのちっちゃいの3匹。ボラのちっちゃいのが釣れました。ボラ、まあアジ釣れないな。ボラだな、ボラばっかり。お、またボラ釣れましたね。ボラ、なんかこのボラキラキラしてるね。あとまたなんか釣れましたね。イシダイのちっちゃいのがさっきからいっぱい見えるんですよね。あとボラの群れが見えます。なんだろうね。お、ボラ、またボラこれすごいいっぱい群れがいるんですよね。なんかね、九州のボラって関東のボラとは違うよね。なんか違うっていうか、まあ同じなんだけど、なんかキラキラしてんだよね。関東のボラってさ、なんかドブの 目の色っていうか、なんか死んだ魚の目をしてるんだけどさ、九州のボラってなんかキラキラしてるよね。関東のボラこんな輝いてないんだけど。いやー、夜になっちゃうな。結局泳がせでブリもヒラマサも来ない。くー、厳しいな。クエも釣れないね。サビキでボラしか釣れなかった。ふーん、戻りますか。ちょっと遠いからな、ここ。いざね、泳がせてみるとね、釣れないですね。で、あとブリなんだけど、あれって思うぐらいいない。えって、なんかさ、ジグ投げればひょいひょい食いついてくるんじゃないのかなと思ってたんだけど、全然そんなことなくて、ジグを投げても全くブリの30センチすら釣れないですね。いや、なんか思ってたよりね、釣れない。来たんじゃない？カワハギ？ベラベラが釣れた。またなんか来ましたね。なんだろう、あれ釣れなかった。来てるね。
ワハギ。カワハギ重い、でかくなった。え、すごくないこれ。カワハギの20センチぐらいだね。カワハギ、これはいけてるね。カワハギ大きいですね。あ、ちっちゃいの逃がしちゃおうかな。ちっちゃいの。カワハギ、ちっちゃいのはリリースしましょう。おお、めっちゃ元気でよく走ってったな。お、なんかピクピクしてる？ピクピクしてるね。おおおおおおお、釣れた。いいサイズのカサゴですね。カサゴが釣れました。引いてる？引いてるね。引いてる引いてる。これ結構重いね。大丈夫かな。おお、来ますよ。せーの、よいしょ。おお、なんだ、2匹。重い重いなと思ったら2匹か。違う。いや、ひどい組み合わせだな。フグ、バリ。バリでかすぎでしょこれ。アイゴ、でかアイゴ。30センチぐらいあるアイゴ。夜、夕方になったらアジが釣れましたね。アジです。10センチぐらいのアジが、15センチ、10センチかな。アジが釣れました。アジ、やっとアジが釣れました。まあ、また金魚、金魚というか念仏ダイですね。夜になったらね、念仏ダイしかかからなくなっちゃいました。なんかね、さっきそこのなんか杭のところにさ、スカリっていうか、なんか魚を5、6匹なんかイケスみたいな、なんかなんつうの、網に入れてさ、海にぶっこんでスッとどっか行ってしまった軽トラのおっちゃんがいるんだけどさ、なんで僕のすぐ隣にぶっこんだんだろうね。びっくりしたよ。えって、バシャバシャバシャって、なんか魚すごい泳いでるの、網に入ってるのさ、ドボンって入れてさ、こんばんはって言って過ぎ去っていったんだよね。これはなんかの罠なの？お前この魚盗んだらお前のせいだぞ、お前だぞみたいな。罠かなんか、俺が泥棒するとでも思ったか。のかな、どうなんだろうね。なんかちょっとびっくりしたんだよこれ。なんか釣れますけど、これはサバ。サバ、元気なサバですね。20センチぐらいのサバが釣れました。サバ、じゃあサバとカワハギは焼きます。でカサゴはスープ。
けました。美味しい。カワハギ。カサゴのスープ、カサゴ、うん、美味しいね。美味しいね。ごちそうさまでした。寝ますか。またね。バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。またね。